Thank you.
建物で言いますスプリンクラーのトンネルバージョンだと思っていただければ分かりやすいかなと思います。トンネル内で火災があった際にですね、火災の延焼、燃え広がりですねを抑制したり、あとは消防さんが消防活動する際の手助けですね、支援をしたりするための設置でございます。あとですね、皆様の前方にですね、水飲む設備ではございませんけれども、天井から筒状のものが2つほどぶら下がっているのが見えるかなと思います。中が少し抜けてました羽みたいなのが見えてるかなと。こちらジェットファンと呼ばれるもので、大型の送風機です。扇風機のお化けみたいなものになるんですが、通常の時はですね、トンネル内を走行する車から出ました排ガスがトンネル内に充満しないようにですね、外と中を換気するために使っている設備でございます。で、火災が起きた際はですね、そのジェットファンを利用しまして、火災によって発生しました煙が中に充満するのを防ぐ形で、排煙排出をですね、するために使用してございます。本日ですね、ちょっとトンネル内空気の流れが皆様側の方にちょっと緩やかですが流れてまして、水飲むの霧状のものなんですけども、場合によってちょっと皆様にかかってしまう可能性ございます。特に前列の方ちょっとお気をつけていただいて、ただまあ水はですね普通に浄水を使っておりますので汚い水ではございますのでご安心いただければなと思います。それではですね、放水の方を開始したいと思います。撮影とされる方は準備の方お願いします。